ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます、はい。いつも見ていただき誠にありがとうございます。何卒チャンネル登録もよろしくお願いします。します今日は、もちおもちさん、いつもありがとうございます。もちおもちさんがですね、私は4、5、6、どれかだと思ってますと、ただまあ自己診断をすると、毎回1、4、5が強く出て、1、4、5、一番強いのは4か5ですと、でタイプ5とタイプ4の説明が自分に当てはまる、で4の本当に自分はこの親から生まれてきたのか、という気分はずっとなんか小学校の時から感じていた感情でしたと、であとはそのあの人たちは幸せでいいなと嫉妬したりしていました、いるんじゃないですか。タイプ6私いいなと思いますよ、4ですよ、僕も思いますよ。シャシャリ出てくるんだですね、タイプ6が。ごめんなさい。で、でまた別の動画で我々が話をしているときに、人生は映画のようだってタイプ5が、その有利タイプとして、まあタイプ5が人生は映画のようっていうのを見て、あ、自分もなんかウィキペディアが頭の中で更新される感覚はあると、自分の歴史なんでしょうね、それは、なんで6については一番遠いタイプだと思っています、ただまあ自分で判断できないので、6はよく4と5と誤認するらしいという説明もあるので、いかがでしょうかというメッセージをいただきました、まあ、今の話を聞くと4かなと思いますけどね。4っぽい、4っぽい。なるほど。でその5の映画のようだっていうのも有利タイプの、多分有利タイプの人って基本俯瞰して見てるので、はい、で、あの5の人って観察者じゃないですか。で自分自身も観察するんですよね、はい、なのでこの登場人物は今どういう心境なのかっていうのを自分自身も見てる。タイプ5、タイプ5、こう恋愛って何なのか、この人が恋愛感情に陥った時にどういう心の動きをするんだろうかみたいな。もしかしたらその映画の主人公だとすると、タイプ4はそういう見方じゃなくて、悲劇のヒロインなんですよね。ヒロインのヒロインだから、そこにドラマがある感じだと思うんですよね、はい、いかにドラマチックな映画かっていう。そうそう。で、まあ、自分の人生もだからそういうドラマチックな展開に 4、まあ、4の人はなりやすいかもしれないですよね、はい、でこのカレン・ウェブさん、9つの性格タイプが分かるという本で、その2つのタイプ迷った時に、まあ、質問としてあるのは、感情を通して人生を経験していると思いますか、っていうのは、多分タイプ5は、多分感情じゃないんですよね。感情ないと思うんですよね。感情ないことはないですけど。あの知識とか、知識、はい、知識が多分最優先みたいな。でもう一つの質問としては、はっきりした理由がないのに、人と一緒にいると恥ずかしいと感じることがありますか、っていうことが書かれています、もちろんこれも恥ずかしいと思うのはタイプ4の特徴ですし、恥ですからね、はい、いかがでしょうか、でもしかこの4を基調基本として、タイプ6かもしれない、と思った時の質問としては、4と6の今度は比較なんですけども、あなた自身や他人の深い感情に惹かれますか、タイプ4はイエス、タイプ6はノーと書いてあります、タイプ6です、深い感情、感情に惹かれるのも意味がちょっとわからないので、まあそういう点なんですかね、ノーなのは、多分自分の感情ですよね、6の人、はい、まあ、共感できるかどうかみたいな、惹かれる、ちょっとわかんないな、まあ、多分わかんないのは多分そうなんでしょうね、ピンとこない。もう一つが、未来を夢見る傾向がありますか、悪いことが起きたら目をそらせようと考えてますか、ノーが4、イエスが6、目をそらせようと考えるのかな、ごめんなさい、ちょっとこれはやめときまして、本を閉じまして、で4と6の5人、5と4の5人については、この性格タイプの分析、ドン・リチャード・リソさん、5と4はここに載せてないんですけども、4と6、まあ、多分少ない、誤認する人が少ないんじゃないですかね、っていうことなんですかね、
で4と6は載ってました、うん、でこの説明をさせていただきますと、うん、タイプ6とタイプ4、うん、なんでこれタイプ4のところに載ってなかったんですよ、うんうんうん、タイプ6のところに、うん、タイプ6とタイプ4の5人っていうコーナーがありました、うんうんうん、読みます、はい、この2つのタイプには類似点もあるが、うん、相違点はもっと多いと、うん、分かります、分かりますと、うん、相違点、類似点、類似点っていうのは、うん、まあ、同じ反応タイプですもんね、うんうん、でタイプ6は普通非常に人を引きつけるところがあり、うん、他人とうまく付き合える、うん、というところがあると、うん、彼らタイプ6は他人が自分を好きになってくれて、うん、しっかりした人間関係を築き上げられるように、うん、無意識のうちに他人の感情を引きつける能力を持っていますと、うんうんうん、これちょっと褒められてる気はしてます、うん、まあ、コミュニケーション能力が高いってことですよね。自覚はしてないんですけども、うんうんうん、まあ、そうなのかもしれません、うんうん、それに対してタイプ4はもともと他の人々とではなく、うん、自分自身の内面の感情状態と関わりますと、うんうんうん、タイプ4は自分が人生で一人きりなのは当然だと考え、うん、他人と絆を結ぶこと、うん、これはタイプ6にとっては極めて簡単にできることなんではあるが、うん、と書いてあります、うんうんうん、がタイプ4は難しいことを知っている、うん、人と絆を結ぶことがタイプ4は難しいと知っていると、この2つのタイプの精神構造も極めて異なっていますと、うん、タイプ4は真の内向性格者であるが、うん、タイプ6は内向型と外向型が混じり合っており、うん、両方の気質傾向を持っている真の両向性格者です、うん、両方とも持ってる性格者です、まあ、なんか使い分けてるんですよねきっと多分、うん、でこの2つのここに書いてあります、うんうん、このタイプ6とタイプ4、うん、2つを混同するのは、うん、もっぱらタイプ6ですと、うん、タイプ6がタイプ4だと思う、勘違いする、一方的に思う、うんうん、なんでタイプ4の人は、うん、自分がタイプ6だなんて思わない、うんうん、あんなに人と上手に付き合えない、付き合えない、なんかよくコメントとかでもそういうのありますよ、ありますよね、過去にも4の人があんなにうまく人とは付き合えないみたいなことを、はい、この2つを混同するのは、うん、もっぱらタイプ6の方で、うん、主に2つの理由から自分をタイプ4だと思い込みますと、うん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 、まず一部のタイプ6はタイプ4の否定的側面、うん、例を挙げれば、うん、抑うつ、劣等感、うん、自己不信、うん、絶望、うんうん、などこれと一体となって自分の中にも似たような特性があるから、うん、自分はタイプ4に違いないって考える、うん、まあ、6の人そういう人多い気がしますよね、まあ、自分に自信がないっていうのは、うん、タイプ6の人思ってますので、うん、自分の中にも似たような特性があるから、うん、自分はタイプ4に違いないと考えますと、で実際はこれらの特性の動機に違いがあります、うんうんうん、例えば全てのタイプが意気消沈することがあるが、うん、タイプ4の場合は、うん、その意気消沈の理由が自己実現の機会を逃したことで、うん、自分自身に失望するとそうなると、うん、意気消沈、うん、彼らは自己を探求するうちに自分が袋小路に入り込んでしまい、うん、今その代償を払わなければならないことが分かると意気消沈しますと、で、うん、不健全で意気消沈したタイプ4は、うん、この状態を自分自身に招いた、うん、あるいはそういう状況になるのを任せていたとして、うん、どうしても自分自身に怒りを向けます、うんうんうん、は自己実現の機会があったのにやらなかった自分に対して責める、だからああ俺ってダメなやつだって責める、責める、ね、で、うん、一方タイプ6は自分が、うん、権威的人物を怒らせるようなことをしてしまったのではないかと思った時に意気消沈しますと、彼らの憂鬱状態は自己に対する蔑みへの反応であり、権威者が自分に腹を立てて罰を与えるのではないかという恐れから来ています。したがってタイプ6の憂鬱は
外因性、外から来るもので、うん、権威者が安心させることはを言ってくれれば解消します。いいんだよ、大丈夫だよ、怒ってないよ、よかった、分かった、怒られない。それタイプ6的にはすごく納得いく感じそうですね、うん、ただタイプ4の場合はそういうことでは別に良かったとは思わない、うん、自分自身に失望してるて、ね、自分自身でこれでまあ確かにタイプ6、うん、なるほどと思うのは、うん、何か失敗した時に、うん、まあ、自分の能力がはぁってなったとしても、うんうん、上の人がよくやったじゃん、うん、で解消される気持ちは分かります、うんうんうん、できてると思うよとか、うんうん、でも多分タイプ4はそれを許さないんでしょうね、うん、その機会を失った、ね、上に言われたからってっていうところがあるのかなと、うん、だから逆に言われなくても自分で自分を責めてるみたいなところがあるんじゃないですかかもしれません、うん、で第2に、うん、私はリソさんはですね、うん、タイプ4を芸術家として特徴付けたため、うん、芸術的資質のあるタイプ6の中には、うん、それゆえに、あ、僕はタイプ4だと、うんうん、今芸術的な仕事についていると、うんうんうん、っていうところでタイプ4だと考える人もいるであろう、うんうんうん、もちろんこの芸術的才能っていうのはもちろん4の独占領域ではないよと、うんうん、もちろん1から9まで皆さん芸術家はいます、うん、います、います、うん、なんでこのタイプ6が何らかの形の芸術家であっても全然おかしくないと、もちろんこれは1から9全てにそうですと、うんうん、その理屈でいうとタイプ6どのタイプにも間違えそうですよね。まあそうですね、成功者、成功してるタイプ6だったら俺は3だとかっていうのはもちろん、うん、でここに書かれているのはただ芸術的といっても、うん、タイプ6は舞台芸術家である傾向があるが、うん、タイプ4は独創的な創作者である傾向がある、うんうんうん、タイプ6は詩人や劇作家よりも俳優や音楽家になることが多く、自分自身で言葉や音楽を作るよりも他人のものを演じる傾向が強い、うんうんうん、この創造性豊かなタイプ6ですら伝統主義者になりがちで、しっかりと定められた規則や形式の範囲内で創造します、うんうんうん、あるいはまあ逆に極端に走って超反抗的になって伝統主義あるものに対して反発する、うんうん、わざとですよね、きっと、ね、なんで基本やっぱ伝統主義っていうものがあってそれに従うか反発するかっていう形、うんうんうん、その伝統を多分すごく意識してるっていうところですよね、はい、それに対して創造的なタイプ4はまあ自分の感情などの主観的な私的状態を探求して我が道を行く個人主義者であると、うんうんうん、なんでタイプ4の芸術作品は伝統への追随や反発に関わることはずっと少ないと、うんうんうん、あまり自分の作品の題材として政治的共同体的経験を用いようとせず、だから魂の動き、うん、自分の個人の暴かれた事実、うんうんうん、といったところに今没頭していく中で、うん、内部に発見した闇と光を取り上げるって、うんうんうん、ちょっと私には分からないことが書いてあります、うん、4っぽいですよね。で、まあ、やっぱり6っていうのは何かその反発するにせよ、うんうんうん、従うにせよ、うん、規則とかルールっていう範囲があるその中で表現する、うんうん、タイプ4は関係ない、うん、その枠そのものが関係ないみたいなところですよね、はい、っていう違いがありますと、うんうんうん、で、リソさんが言うにはタイプ4だと思うのは、うん、もっぱら6です6、うん、で、まあ、この、もちおもちさん、うん、多分この文面からすると4、うんうん、4その6かもしれないっていう理由が、はい、6かもしれないじゃなくて、はい、4と 6と4も間違えるよく誤認するタイプだって取り上げられるからっていうのが理由じゃないですか、はい、自分が6っぽいところがあるからじゃないんで。そうですよね。そうだとするとこの、うん、私からすると悲観的というんでしょう、うんうん、この本当に自分がこの世から生まれてきたのか、うん、私結構無邪気に信じてた、無邪気に信じてた、うん、信じてたりするので、うんうんうん、あとはなんかあの人たちは幸せでいいなって嫉妬したりっていう点からすると、
っぱり4なのかな、4っぽい、はい、あとはその個人行動についてそのまあ人と長くいると時間を無駄にしているような感覚に襲われる、まあこれは6でも、まあ、あるんですね、あの何て言うんでしょう、やらなきゃいけないことがある、それは忙しいからですね、そうっていう、ただあと秘密主義なところがあるって書いてあるんですね、でここはやっぱり6とすると秘密主義、何て言うんでしょう、やっぱり僕の場合は、僕がタイプ6を代表するななんですけど、やっぱりその仲間、あと親しい人には言いたくなる、自分がやってること、僕こんなことやってるんですよ、で、すごいねって言われたいっていう思いがあるのかなと。6の人は多分言いたいです。で多分秘密主義って、まあ、有利タイプの人、はい、あんまり喋らないじゃないですか、はい、僕もこう自分のことはそんなに喋らない、なかなかそうですね、別にタイプ9の僕の場合は黙ってるわけじゃない、あの秘密にしてるわけじゃないんですよ、聞かれれば言うみたいな、はい、だけどタイプ5の人は秘密主義なんですよね、タイプ5の人、はい、うん、多分これタイプ5の質問ですよね、今の秘密主義であるとか、まあ、有利タイプのどこか、はい、で多分秘密主義っていうのはタイプ5の人の特徴、はい、で、まあ、4も9もその、まあ、あえて喋らない部分があるから秘密主義っぽく感じる部分はあるけど、多分タイプ5の人はなんか自分のため込んだものをただでくれてやるわけにはいかないみたいな、はいはい、こう自分の知識が、自分知識がいっぱいあることでこの世の中を生きていけるって思ってるので、周りの人も賢くなっちゃ困るわけですよね。なるほど同じように、はいはい、同じレベルまで来たら自分の地位が脅かされるみたいなところがあるんで、自分が溜め込んだ知識はなるべくこう出したくないみたいな心理が働く、はい、で、まあ、時間も同じような感じで、なんか身が削られるような思いがするって、時間を奪われるのは身が削られるような思いがするって言ってましたからね。あんまりその感覚ないですよね、こう忙しい、そうそうそう、ないないない、僕もこうこないです、忙しい時に忙しいのにと思うことはまあ僕もありますよ、はいはい、あるけど別に身が削られるような、あ、それはないです思いがするなんてことは全くないっていう、はい、で多分そこも、そこはまあ4と5の違いみたいな部分かなっていう、なんで、あ、うん、だとしてやっぱりこの、うん、6とは最も違うタイプだと思っていますっていうのは、うんうんうん、おめでとうございます6じゃありませんおめでとうございますじゃないですよこういうじゃあ6は外れじゃないですから申し訳ございません、はい、タイプ6の方申し本当に一方的に貶めて申し訳ございません、はい、あのハゲなので、うん、ハゲのことはディスっていいと思ってるんです、うん、と同じように6なので6のことをディスっていいと思ってるところは、うん、もう本当にこれは申し訳ないと思ってるので、うん、ただこのもちおもちさんは、うん、やっぱり4か5だろうなと、4か5かなっていう、で多分4か5は多分、うん、分かるんじゃないかなと、自分のその、うん、ご自身の行動で、うん、多分合理、すごいなんか物事を突き詰め、すごい物事を突き詰めているか、うんうん、で本をバーって読み漁るとか、うんうん、だから僕の知り合いの人とかはこう気になると図書館にこもってひたすら調べ事 してたりするっていう、はい、まあ、図書館なんか学生から行ってねえなとか思いましたもん、なるっていうところがあるかどうかですよね、うんうんうん、そうですね、なんか本当に深く掘るんでタイプ5の人だから、こうネットで探しても見つからないから図書館を探しに行くみたいな、図書館行ったことありますか、うん、最近調べるために普通に普通に本屋にこもるとか、うん、そのネットにない情報がほぼないレベルの深い知識を探そうとしてるんですよね、はいはいはい、いかがでしょうか、はい、こんなような質問も、はいはい、どしどしと、はい、お待ちしております、お話ししたいと思ってます、うん、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。